本動画では認定理学療法士または専門理学療法士取得者の更新について2022年4月1日付で取得された方を対象に説明いたします。新制度では更新要件が大きく変更となります。新制度開始後初回更新時は有効期限が延長され、取得年度によって更新要件が一部免除、緩和されます。詳細は後ほど説明いたします。また、認定・専門理学療法士の更新とは別に、登録理学療法士の更新も必要になりますので、ご注意ください。新制度における更新要件について説明いたします。新制度の更新では、こちらの要件1から3のすべてを満たしていただく必要があります。まず、要件1として、次のいずれかの活動を一つ行うことが必要です。都道府県理学療法士会学術雑誌への投稿、ブロック主催学会での一般発表の筆頭演者、都道府県理学療法士学会での一般発表の筆頭演者、次に、要件2として、維持・研鑽のための活動における100点の取得が必要となります。なお、前述の要件1の活動は100点には含まれません。最後に、要件3として、更新時研修の受講が必要となります。更新時研修は、更新する年度に受講ください。認定・専門理学療法士とも同じ要件になりますが、更新時研修の内容が取得分野によって異なります。これらは新制度開始後2回目の更新からの要件であり、初回更新の際は要件が緩和されます。2022年4月1日付取得者の新制度初回更新の際の要件について説明します。本来の更新手続き年度から1年延期し、かつ翌年度の2年間を更新手続き期間といたします。どちらの年度で更新するかはご自身で選択が可能です。要件1の雑誌投稿や学会発表の要件は免除となります。要件2については100点の取得が必要となります。要件3の更新時研修は必須です。更新時研修は取得分野に応じた研修を e-learning で受講いただきます。新制度開始後2回目以降の更新については、最初にご説明しました新制度における要件をすべて満たす必要があります。要件緩和等はありませんので、ご注意ください。なお、6回目の更新からは要件の緩和があります。更新回数については、旧制度での更新回数も含めます。旧制度での更新回数は、新制度開始後にマイページに自動反映される予定です。6回目以降の緩和要件については決定次第お知らせします。こちらが点数基準の一覧です。協会ホームページの制度概要資料にも掲載していますので、そちらもご確認ください。ご覧いただきありがとうございました。